あれ？洞窟の外に出ちゃった。姉さん、もしかして近くにいない？聞こえたら返事して。踏み込みます。あなたを殺してサイを助けるのよ。邪魔しないで。ちょっとは落ち着いたらどうなの？そんなバカでかいの振り回さないでさ。エリア、そこにいるの？姉さん、ここって地上だよね。さっきまで気絶してたからよくわからないの。あの機体は奴らのものかな。エリアの声は聞こえるが、どこだ？敵の持ってた機体をちょっと借りてるだけ。これは私。そこはポールマウンテンから南に200キロの海岸線付近よ。敵を追うからって北の大気洞窟に集まっていたところにあなたたちが飛び出してきて大騒ぎで追いかけているところよ。ところでエレア、そのデカ物は何だ？マザーマシンだって。中に一人乗ってて操縦してるみたいなの。もうすぐチアン軍と俺たちが到着する。それまで何とか耐えろ。
臨機帰還せよ。ようやく止まったな。もう高度を上げて大丈夫かしらね。エリア、こっちよ。着陸しなさい。サイ、どこにいるの？そこにいるの？ねえ。姉さん、このマザーマシン、まだ止まってないよ。そこなのね。今、助けるわ。何か開いたぞ。ああ、目が。ロブイクさん、大丈夫？今の、即しまった。ダメだ、何も見える。サイ、もう、やめにしましょう。エリア、この声は何なの？マザーマシンの中に逃げ込んだ女が話してる声なの。さっきから言ってるでしょ。自爆モードが起動されました。葉っぱエネルギー 100% に設定されました。破壊範囲は 6000km です。直ちに本惑星より退避してください。姉さん、逃げないと。自爆するってよ。ヘリア、その威力が本当ならここが星の形を変えるほど巨大な爆心地クレーターになるわよ。なんとしても自爆を止めないと。起爆タイマーが設定されました。残り10分です。姉さん、さっきの軍の人たちを呼んでおいて。ジャムの連中ならさっきの光で対決したの。ロブイクさん、こう動きは？ああ、少しだけ視力が回復してきた。どうやって止めよう。壊して止めるしかないと思うんだけど。この大きさのものをどうやって壊すのよ。解体する時間もないよ。クレーターができるって言ってもただの破壊だったりしないかな。エリアのあのレーザーを見ただろ。あの威力を見て破壊だと言えるか。中にあった操縦室を攻撃すれば止まるかもしれない。どうやって入るかね。さっきは普通に入れたんだけど。あれ、レーダーに何か増えた。あそこが入り口だってよくわかったね。何のことかしら。今エリアの連続の機体とデータリンクができるわけないでしょ。最初から何もしていないのよ。デッキの言いなりになるのは気に入らないけど、扉を攻撃してみるか。信号が停止しました。システムをシャットダウンします。サイ、どこにいるの？助けて。脱出成功。マザーマシンが止まったよ。姉さん、どこにいるの？こっちよ。声だけではわからないだろうけど。姉さん、無事か？無風機を取ったのか。大変だ。エリア、大成功だ。俺たちの勝ちだな。そうだね。
エリア、お疲れ様。任務成功よ。帰還しなさい。もう帰るところもなくなっちゃったけどね。行ってみただけよ。父さんが作った機体は結局これだけになっちゃった。それにもうボロボロ。ライトニングの順はしっかり取ってあるぞ。後で直してやるさ。もちろんオリジナルの形でな。それにしても最強の飛行機を作って星の秘密を暴く。ジョージの野望両方とも実現しちまったな。そうね。ウォッチドッグの要請を止めるなんて、エリアは世界で一番強いドライバーに違いないよね。最強最速のライトニングビーナスだな。よし、タントも帰るぞ。帰るってどこに？どこだっていいさ。なんとかなるよ。そうね。今までどうにかなったのだからきっと大丈夫ね。エリア、道案内を頼むわよ。オッケー、任せといて。